落語情報。先月10日に左手親指を骨折した三森が昨日の2軍戦に出場しました。全治3ヶ月ながらわずか1ヶ月でのスピード復帰。第1打席でいきなりヒットを放つと、その後も難なく守備をこなし復活ぶりをアピールしました。一軍で待ってますよ。こんばんは。いや、周東選手のスピードさながらですよ。この三森選手のスピード復帰も頼もしいですね。はい、そして順位表を見ますと、ホークス2位ですが、首位とのゲーム差2ゲームとなっております。そしてね、勝負の8月となりますけども、 TNC でも野球祭りと題しまして、野球中継盛り上げてまいりますよ。はい、月末にはですね、なんと工藤さんと達川さんの史上初のダブル解説ということで、もちろんね、ちかさんもいるからトリプル解説でもあるわけですけどもね、盛り上がること間違いなしだと思いますよ。まずはですね、この12日のこの達川さん解説の試合からスタートとなりますからね、見逃さないようにお願いします。さあ、そしてホークスはね、この苦しい戦いが続くんですけどもね、この過酷なスケジュールをこの笑顔が素敵なニューヒーローが作ってくださってます。直撃しました。主力選手の相次ぐ離脱に藤本監督は緊急事態を通り越していると表現。満身創痍の中戦い続けるホークスに新たな光が。最高に気持ちいいです。得点圏打率は4割超え。勝負の後半戦でチームを初の連勝に導いた川瀬ひかる。バッティングの状態はどうなんですか？オープン戦の時に1軍外れて、で、小久保さんから、もうゼロからやり直せという言葉をもらって、その言葉で吹っ切れて、でゼロからまたスタートすることができて、とても今いい状態かなと思います。ポスト今宮として期待され続けて7年目。常に師匠超えを目標にしてきた24歳は今バッティング技術がぐんぐん成長しています。簡単に終わらせないっていうのは自分の中で打席の中での一番のあれのテーマなので、バットに当たってくれるんで今年は勝負強さと粘り強さが進化。エース級の投手に10球以上投げさせる打席も簡単には打ち取られないしぶといバッターになってきました。最近は2番バッターを任せられることがあるので、次のバッターがいいバッターが揃っていますので、僕なりに出て、かき回せれたらいいなと思います。はい、最近は2番打者としても奮闘中の川瀬選手ですが、ホークスには打順の次に大事なある順番がありますよね。日に日に近づくにつれて考え出し始めますけど、みんな思ってることだと思うんです。声出しっていうのはそう、試合前松田選手から指名された選手が行う声出し。実は川瀬選手の声出しがとにかく秀逸なんです。みんなが集まってるいい機会なのではい、発表させてもらいましたけど、私仕事をした4月6日に、第1子を誕生しました。せっかくいい機会なので出産祝いをいただいてないとちょっと発表させてもらいたいと思います。大きな返事お願いします。はい、三森、はい、久美さん、はい、中林さん、タクさん、松田さん、実際にそれを言ってから、はい、お祝い改めてもらった方とかいるんですか？あ、もらいました。タクヤさんとか、はい、柳田さんブランドもののお洋服をいただきました。今着せてるんですね、じゃあ。そうですね、着させてます。で、言ってます、これは柳田さんにもらったんだよってつぶやいてます苦しいチーム状況でもホークスのムードは最高。勝負の後半戦、川瀬選手はバットでも声でもチームを鼓舞します。チームはもっともっと上に行かないといけませんので、自分もしっかり活躍して、リーグ優勝そして日本一目指して頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。
いや秀逸ですよね、まあ、家族の支えもあって今があるともねおっしゃってますしね、この粘り強さでホークスをね勝利に導いてほしいですね。社会人アメフト X リーグ、福岡サンズはチーム名をお隣福岡サンズに変更したと発表しました。今シーズンから最上位リーグ X1 スーパーに参入するサンズ、来月11日の開幕戦に向け工事徳田選手が意気込みを語りました。 X1 スーパーでやることになるかっていう、なんかこう運命的なものも感じましたけど、自分がどこまでできるのかなっていう最大限の力を試す場が与えられたなと思って、今本当に努力して頑張ってます。